熱戦への期待は鹿児島市でも。鹿児島市梶谷町にあるこちらのレストランでは、強豪クロアチアとの一戦を客と一緒に楽しもうと大型スクリーンの準備などを進めていました。今までの3戦を見て、どんどんこう日本が最終的に勝って、やっぱりこう今みんなこう一緒にテンション上がってるような感じですよね。盛り上がるんじゃないですか。多分もう期待値も高まってるでしょうし、勝ってほしいという気持ちもありますし、まあ12時キックオフですけど、なんか暑い夜になると思ってます。また今回の試合でも県サッカー協会主催のパブリックビューイングが予定されています。会場は鹿児島市のキャパルボホールで、入場料は1人2000円、定員は300人となっています。